シュライヒャー軍は、アメリカ合衆国テキサス州の中央部にし、エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は3461人であり、2000年の2935人から17.9%増加した。軍庁所在地は、唯一の都市である、エルドラード市であり、同軍で人口最大の町でもある。 シュライヒャー軍は1887年に設立され、軍名はドイツからの移民で、測量士と政治家になったグスタフ・シュライヒャーにちなんで名付けられた。軍内には、イフズ牧場があり、ウォーレン・ジェフスが指導する、末日聖徒イエス・キリスト原理主義協会運動の新本部があるとされている。エルドラード市にある、シュライヒャー軍公共図書館アメリカ。 合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1311平方マイルで、あり、このうち陸地1311平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.01%である。シュライハー軍、イフズ牧場にある、末日聖徒、イエス・キリスト原理主義協会以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。